こんにちは、アートマンの小須賀美由紀です。本日のゲストは株式会社小畑工務店を経営されている小畑光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ちょっと緊張されてます。本日もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんか今回が最終回ということなので、小畑さんっていう一人の人間として目的目標があるとか、まあ、自身っていうものを何について持ってるのかっていうのをお伺いしたいんですけれども、はい、まあ、あの人と人とのつながりを大切にして、うん、まあ、信頼される信頼し合える、うん、あの友人を、うん、まあ、一人でも多く日々探し求めて、うん、探し求めて活動してるというか、過ごしてるのが現実です、うん、だから新しい出会いとか好きですし、人っていうのが大好きです、うん、なるほど、はい、にじみ出てますもんね。そう、うん、寂しいですね。おお、でも私もすごくわかります。寂しいっていうのが常にあるので、うん、それってなんかどこからやってくるんでしょうね。なんかもともとちっちゃい時からですか、ですかね、物心ついた時からですかね。でもまあまあ家族もおったし、孤独に飼いなまれるような、まあ、少年期というかそういうこともないですんで、はい、生まれ持ったもんですかね、そういう性格なんかもしれないですね。なるほど。小畑さんがいててみんなが喜べるっていうものがあるから、はい、自分自身が笑ってるから周りの人も笑ってるっていう自分発信のものが絶対あると思うんですよ。自分が発信できてるっていうまずあの認識というか、自信を持っていただいてやるっていうのに、やっぱ自分自身を変えていけるとかそういう自信って、まあ、これがその一人生態につながっていくんですけど、でもマッスルと一人は自分でできるんですよ。だから誰かがいなくても自分だけでできるもんなんで、うん、はい、それをこう身につけていただくと、はい、自分が周りの人を変えてるっていう自信にもなるし、うん、あの楽しさなんですけど、はい、自分でやっぱりできるようになっていただきたいので、はい、動作をちょっとあえて入れてみて、はい、教えてください。さっきグッてやってたんで、はい、その時にお腹は絶対意識しといてください。あ、そっか、はい、お腹はなぜ意識するかって言ったら、うん、脳を使わないためです。お腹に入れることがリラックスなんですよ。あ、ここがリラックス、はいはいはい、ここが全部がリラックス、はい、でもお腹に力入ってます、はい、そこから、はい、脇こうやって締めて、はい、ルンルン、ここじゃない、あ、そうです、ここから始めて、はい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 、あ、お腹なくなってます。あ、はい、やってみてください。はい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 、あ、そうです、はい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 、あ、そうです、すごいです、すごいです、はいはいはい、わかりました。自分発信でちょっと熱くなってくるというか、そうですね、こうお腹に力入れてリラックスしてるんだけど、なぜか体が温かくなってくるという、そういう自分からのエネルギーが周りに伝わるようになってくると思うので、はい、その辺をちょっと踏まえて、はいはい、体を動かしていただいたら、わかりました、ありがたいです。はいはい、一人の時は、はい、寂しい夜はやります、はい、寂しい夜は、はい、誰かに会いに行きましょう、はい、ではもう4回、はいはい、ちょっと長編になりましたが、はい、ありがとうございました。また次回機会作っていただいてもよろしいでしょうか。もちろんです、はい、いろいろ教えていただいてありがとうございました。はい、はい、では、はい、今回はこれで終わりです、はい、終わりですか、はい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございます